えー、こんにちは。速家塾の久保です。今回はね、スマホアプリで、まず1000円稼いで、マックス30万円まで稼ぐというね、非常に簡単なスマホアプリの紹介です。もうご存知の方も多いと思います。私、これね、お話しし続けて4ヶ月目になるんですよ。作った動画総本数は100本以上です。おかげさまでもうほとんどね、30万円の上限に達しております。で、それは何かというと、これ、みんなの銀行っていうアプリなんですよね。ここにありますよね、みんなの銀行って3本線のやつ。 まずこのみんなの銀行のアプリを Apple Store とか Google、ね、ググプレイストアでダウンロードしてくださいそしてスマホの中に入れてくださいその後みんなの銀行のアプリをタップして開いてですねプロフィールを入れる欄があるんですよこれはどんなアプリかというと福岡フィナンシャルグループが作っている銀行のアプリなんですよ銀行口座を通帳じゃなくてバーチャルの空間に作りましょうという次世代型の銀行なんですよねこういうふうなオンライン銀行を作ることによって各種銀行への送金ですとか お金の受け入れとかの非常に楽に楽なるんでで、ね、ですすすすよよねねププララススメリットがつつあります1つはです、ね、このみんなの銀行のアプリを作ってプロフィールを作るとデビットカードがそのまんまバーチャルで作られるんですよつまりですねクレジットカードの引き落としとかクレジットカードが作れないよとその辺でカードでちょっとね事故を起こされてる方もこのデビットカードが中に搭載されますからこのデビットカードで 引き落としですとか送金ですとかショッピングができるってことなんですよどうですかカードは一瞬でできますからね非常に楽ですよもう一個メリットというかね特徴があるんですよそれはですねそうさっきのねカードの件でお,お気づきの方もいるかもしれませんけども債務整理をされた方カードブラックな方破産をされた方でもほとんどの方がこの銀行アプリみんなの銀行はできてるんですよそしてデビットコアが作れてるんですよどうですか いろんな事情があってね、銀行口座が作れないとかカードが作れないっていう方まずこの「みんなの銀行」を試してみてくださいそして単純にお金が欲しい方も「みんなの銀行」アプリちょっと使ってみてくださいさあどういうふうにするかと言いますとねこういうふうに顔を写しますね顔認証やりますよ顔認証してログインします私の場合はプロフィールできましたんでそうするとすでに2万1000円が私が入金したわけでもないのに入ってるんですよ これはですから、みんなの銀行ってアプリを、こういう風な動画を作って紹介してるからなんですよね。動画だけではないんですよ。知り合った方に、ね、みんなの銀行ってアプリちょっとダウンロードしてさ、これ、ちょっと作ってみてよっていう風にお願いしたんですよね。そしたら作ってくれるんですよ。ちなみに昨日の紹介人数は0人なんで、お金は1円も入ってません。ね、2万1000円が累計です。まあ昨日はね、何もやらなかったんでね。でも今日はこの動画を見て、 このみんなの銀行ってアプリをダウンロードしていただいた方がいるかもしれません。そして、みんなの銀行アプリをダウンロードした後、プロフィール欄をね、作らなければなりません。その時に、本人確認の、例えばね、免許証番号が必要になってきます。もう一つ肝心なのは、紹介コードなんですよ。今回の紹介コードは、私の紹介コードをちょっと入れていただきたいんですけども、そうすることによって、私にも1000円入るんですけども、あなたにもアプリの中に1000円が入った状態でスタートなんですよ。 紹介コードを入れなかったらこの1000円が入らないんですよ。もちろん私も入りません。だからお互いの1000円のためにぜひね、紹介コードを私のに入れてみてください、えー。そして、紹介コードを入れてプロフィールが完成すると、もうあなたのアプリがスタートするわけですよ。入金、出金、送金、自由自在です。すべての銀行に、えー、オンラインでつながることができますので、普通の銀行アプリです。プラス、あなたの口座に1000円が入ってると思うんですよ。そしてですね、 あなたの独自の紹介コードができてると思いますのでそれをプロフィール欄からゲットしていただいて人に誰かねお知り合いの方とかご家族とかにねみんなの銀行のアプリをスマホの中に入れてもらった後でそのあなたの紹介コードを元にですねプロフィールを作成してもらってくださいそうするとあなたに1000円新しく口座を作った人に1000円って入るわけですよね、ご主人がね奥さんに教えてあげてもいいし奥さんがお母さんに教えてあげてもいいし もう家族かららまず知らせててていってみてくださいすごくね得ですよ、ね、スマホがあるだけでこんなにねお金が稼げちゃうともうね妙なセールス必要ないですからね単なる銀行アプリですから福岡フィナンシャルグループね信用あるでしょということなんで是非ねこの動画を見た後に試していただきたいと思いますそして肝心なのはあなたの紹介コードでたくさんの人にこれを知らせていってねあなた自身も 儲かってしまいたいたなと言ってくです、ねま、だ20万人しか登録しませんのでほとんどの方が知りません、ね、これがね100万人になり1000万人になり5000万人になりそうなったらもうね紹介する人いなくなりますんで今のうちですよじゃあやってみてくださいねじゃあいってらっしゃい